こんにちは、ライムです。今回は3日間限定ユニオンチャレンジの結果発表が来ました。お待ちかねですね。まあこれあれなんだけどね、昨日の昨晩の10時頃にアップした動画で、まあ昨日の今日でのアップになってしまいましたけど、はい、結果が来ました。これ割と早かったね。はい、で配布自体はね明日があるんだけど、その前にですね、結果発表なんだけど、詫びも含まれてます。今日のね、6時に追記ということで、はい、まあ、この読んで字のごとくなんだけど、ユニオンチャレンジにおいて通信負荷などの影響により、ターゲットを討伐した後進行不能になる場合がある状況を確認しております。これによりターゲットを討伐したのに達成者としてカウントされないケースが発生しておりますため、今回は下記の対応させていただきます。これちょっとびっくりしたよね。そう、ターゲット討伐した後に進行不能になるバグっていうのが皆さんねやっててあったと思うんですよ。僕も何度か食らったんだけど、でこれによりですね、せっかく倒したのに、まあ、達成者としてカウントもされてなかったと、これが実際蓋けてみるとっていうことがあったっぽい。これはユーザー側からじゃ分かんないけどね、こういうことがあったので、それに対しての詫び対応が、下に書いてあります。はい、まずですね、討伐成功者が450名に達成したユニオンの数に応じた報酬、これは、まあ、全ユニオンで達成されたので、こちらは問題なく全プレイヤーに、5ユニオンクリア時の報酬が配布されます。はい、これは元々の報酬ですね。元々の報酬が配られて、でさらにこれ討伐成功者への特別報酬ということで、お詫びとして全プレイヤーに、まあ、まずね、5ユニオンのクリア時の報酬がもらえると。なんで一切マルチやんなかったよって、この期間ね、この期間一切やらなかったよ、もしくはセフィロスに勝てなかったよって人、もしくはバグで、まあ、何もできなかったよって人でも、すべてのプレイヤーに、報酬がまず配られます。普通のもともと予定されていた報酬がね、これ全員配られて、でまたですね、ここからワビーだね。デイリーミッションの報酬である専用覚醒メダル、これエアリスですね、エアリスの覚醒メダルが、これ全プレイヤーに、まあ、3日分の覚醒メダルだね、3日分の覚醒メダル9枚が配布されますと。これは全然いい処置だと思う、措置だと思うね。これはユニオンクロスマルチができなくて、まあ、結局その3日分無駄にしたって人もいると思うので、これ全プレイヤーに9枚配布と。でその上で討伐成功者の皆様へは追加報酬として剣翼神秘各30個ずつを配布させていただきますと。はい、これ大きいね。で配布は明日だね、4月14日火曜日頃を予定しております。プレイヤーの皆様にはご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。はい、まあ、結局結果としては最後までね、運営は直そうとしてなかったんだよね、この不具合は。結局、まあ、昨日の動画でも言ったんだけど、結局お前らの環境のせいだから直さないけど、詫びとして300ジュエルだけ配るから勘弁してなという結果だったんだけど、さすがにまあ悪いと思ったのか分かんないけどね、特別報酬というか、まあ、詫び報酬としてこういう形で覚醒メダル、それから全プレイヤーに報酬配布、さらに実際にセフィルス倒した人に対しては魔石をさらに30個ずつあげるよという感じの、まあ、対応ですよ。うん、まあジュエル等は一切なしですけど、まあ妥当かなと思います。これぐらいがまあ妥当なところかな。まあ、せっかくなんだろうね、セブンリメイクの発売のイベントで、まあ、こういうね不具合等があったりするとちょっとね慣れてしまうのでね、もう少しね、運営さんには頑張っていただきたいと思いますね。はい。まあ、あれ、なんだっけ、味方のキャラクターが死んでる状態で、セフィロス倒したりすると、そういう進行不能のバグ、クリア扱いにならないとか、そういう感じのバグが発生するような形でしたけど、昨日のね、まあ、僕が動画撮った時のような行動の仕方、誰か死んだら倒す前に復活させてあげてから倒す。っていうやり方すれば昨日実際バグらなかったんで、うん、次回ね会った時もそういうやり方でやるといいんじゃないかな。これなんか前回もあったとかないとか
いう話なんですけど、前回はそのバグに遭遇しなかったんで分かりませんけど、うん、っていうことなんで、まあ、次回ね、まあ、またユニオンチャレンジ多分来月もあると思うんで、多分ね運営直す気ないんじゃないかなって気がするんで、はい、そういった時はね、あの死んでる方がいたら助けてあげてから倒すようにねしましょう。はい、まあ妥当だと思います。報酬というか詫びに関してはね妥当かなと思います。でさらに、まあ、元々のお知らせに書いてあった通りなんですけど、各ユニオンの達成人数と早期討伐50名の結果発表が来てます。はい、まあ、こんな感じでですね、結構達成人数としては、まあ、前回の、先月のユニオンチャレンジと比べてもかなり多くなってるんじゃないかなって、ちょっと心配だってウルススもね、あの無事達成してます。前回先月はウルスス達成しなかったんじゃないかな、確か。なんで今回かなり増えましたね。ウルススなんか多分400人ぐらいしかいなかったんじゃなかったかな、先月。うろ覚えだけど、それがまあ2倍以上になってるんで、まあ、相当頑張ったんじゃないかな。ウルススにね遠征に行った方とかもいるんで、その前回のね結果を受けてウルススでちょっと頑張ってみようかなみたいな人もいたので、そういった方がね他 の, あのウルススのプレイヤーの方も助けてくれたりとかしたおかげで多分この数字になってると思うので、まあ感謝ですね。これ報酬全員に配られるので、これは感謝でしかないですね。まあどっちにしろこういう不具合があったから、多分ウルススが達成しなかったとしても全てのユニオンの達成報酬おそらくもらえただろうけどね、結果から言えば。まあ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 、来月もおそらくあると思うので、まあ引き続き、まあ人数がね、ユニオンのそもそもの関数が少ないウルススの、まあ助っ人は必要だと思うので、まあ次回もウルススに、行ってもいいよって方はね、ぜひね、協力してあげてください。またあれだね、ユーザー非公式の頑張れウルススキャンペーンだね。頑張れウルススキャンペーン覚えてる人いるかな、これ。もう2、3年前だよね、多分。なんか、そう。ウルススの状況があまりにもひどかったので、なんか助けてあげようみたいな、ユニオンランキングをね、助けてあげようみたいなキャンペーンがあったんだよね、公式が提案してきた、なんかイベントで。うん。それを思い出した、今。はい。で、ここからですね、早期討伐50名も一応見ておこうか。まず、馬からだね。まあ、ほとんどね、知らないと思うんだけど、僕は。わかんないんだけど、うん、まあ、ちらほら知ってる名前も入ってたりするかな。うん。スターダストクルセイダスっていうパーティーがあるんだね。これいいね。ジョジョ3部だね。ジョジョ3部の副題だね。スターダストクルセイダスっていうパーティーがあるんだ。へぇ。まあ、ちょいちょい知ってる名前、リユニオン。リユニオンはあれだね。かなり今タイムリーですね。FF7 だね。はい、まあ、こんな感じになっています。わ、とある魔術の禁書目録インデックス、とある魔術のインデックスもあるんだね。へえ、いろんなパーティーあるんだな、こうしてみると。来る者構わず、去る者追わず、未所属。時計台にストップガさんはいいよね、名前がね。はい、まあ、これがまあ馬ですと。で、ウルペウス知ってる人いるかな。面白いパーティー名を今探してる。お、ワクワク動物ランド、カタクリの花。あ、たこれたおタヌって多分タヌさんだな、これ。どこにでもいるな、この人。すみっこ団、鼻毛のパーティー。あ、これ面白い。13期間の逆だ、これ。3X、3.10期間。ご注文は刑事ですか。ご注射のあれだね、パロディだね。はい、レオパルドス。お、ヒョウ柄先輩とスペルマザーメン。すごい、すごい並んでるな。やっぱ頑張ってんな。あれ？飛んじゃった、ごめん。今すげえ飛んじゃった。な、
謎に飛んじゃった。まあまあまあこんな感じになっていますと。あ、これずっとずっと進んでいくのか。はい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 、まあ、こんな感じになっていますよと。いやー、さすがにわかんないな。最近新しく始めた人とかもわかんないからな。これアングイスなんで、僕がいるユニオンですね。ライムのパーティーが何人入ってるかですよ、これは。あ、入ってる。二人入ってんね。カノン氏とケンケン氏が入ってる。ライムのパーティーから。僕は全然あれだったんで、その頃多分 FF7 に夢中だったと思うんで、全然いないですけど。はい。はいはい。まあ、こんな感じですね。2人か。ダイムパー2人か。で、最後、ウルスス。ウルススは、マグ。ウルススっていうと、ちょっとオニオンナイツっていうパーティーは気になるよね。FF 好きからするとね。オニオンナイツと多分オニオンナイトから撮ってるもんね、確実に。確実にあの FF3 の、あの、玉ねぎ剣士から撮ってるもんね。ピンピンがいる。はい。まあそんな感じです。こんな感じになってるんで、まあおそらくね、毎と、あの、名前が乗りたい方は、来月もユニオンチャレンジあると思うんで、まあ日付変わったらすぐね、挑んで、まあクリアしましょう。そしたらここに名前乗れると思うのでね、名前乗りたい方はぜひ頑張りましょうと。まあ名前乗ったところでって感じなんだけどね。ただこれだけなんで、特になんか特別な報酬があるとかそういうわけでもないので。まああれだけどね、セフィロス倒した人はそもそも全員にね、この英雄を超えし者たちっていう称号がもらえるので、うん、まあこちらに関しても、明日ですね、明日順次配布予定ということなので、はい、それだけですといったところで、今回のここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。